見ない顔だな。誰だ？私の名はマリン。お前、ビクトリーズの高場亮だろ。パパが昔その名前を口にしてたよ。まさかこんなところで会えるとはね。パパ？それがあんたのマシンか。なるほど。確かに面白そうだ。倒しがいがありそうだよ。お前が誰だか知らんが、そこをどけ。ネオトライダガーはお前のようなレーサーが叶うマシンじゃない。見逃してやる。ずいぶんと軽く見られたもんだね。それとも偉そうなこと言って、本当はそっちが怖いんじゃないのかい？私に負けるのが。俺は誰にも負けるつもりはない。それなら勝負と行こうじゃないか。パパが言ってたお前の実力、私が試してあげるよ。別に私に負けたって恥じる必要はないさ。ファイアースティンガーは最強のマシンなんだから。ファイアースティンガー？パパが作った最強のミニ四駆。波のマシンとは性能が違う。もちろんお前らグランプリマシンともな。そのマシンでこの俺と勝負しようというのか。面白い。そこまで言うなら受けて立ってやる。そう来なくっちゃ面白くないよ。だが勝負を受けた以上、俺はお前が女であっても手を抜くつもりはない。本当に俺に勝ちたければ全力でかかってくることだ。そんなことを言っていられるのも今のうちさ。ファイアースティンガーの実力、身をもって思い知るんだな。勝負だよ。ずいぶんと驚いたみたいだね。私に負けたのがそんなに意外だったかい？前のマシン言ったはずだ。ファイアースティンガーは最強のミニ四駆だと。この際だから言っておく、日本最強のレーサーはお前たちビクトリーズじゃないよ。そのマシンとその速さ、お前まさか。もうだいたい察しはついてるだろ。パパはお前らにもずいぶん世話になったみたいだしな。今回の私の相手はボルゾイだ。お前らじゃない。でもいずれお前らにも分からせてやるよ、本当に最強なのは誰なのかってことをね。マリナ。
私以外にも女のレーサーが参加してるなんてね。ミニ四駆を走らせるのに男も女も関係ない。それに女の子がどうとか言うやつほど大したことないやつが多いからね。それは言えてる。そのマシン、私の BS ゼブラがどうかしたかい？ BS ゼブラ？ああ、サバンナソルジャーズが誇る最強のマシンさ。こいつで私は今度こそ完全な勝利を目指すんだ。なるほど。まさかこんなところでそのマシンに出会えるなんてな。運が悪かったね、あんた。そのマシンじゃ完全な勝利どころか、逆立ちでも私のファイアースティンガーには勝てないよ。へえ、随分と知った風な口を聞くね。お前に BS ゼブラの何がわかるってんだい。わかるさ。どんな改造をしたか知らないけど、所詮ベースはビークスパイダー。パパが作った最強のマシン、ファイアースティンガーの敵じゃないよ。どうしてコーチのマシンを知ってるのか知らないけど、気に入らないね。お前こそそんなマシンで BS ゼブラに勝てるとでも思ってるのかい。私の言ってることが本当かどうかレースをすればわかる。そうかい、それなら相手になってもらおうか。悪いね。時代の違いを教えてやるよ。そのマシンじゃ勝てないってね。バカな、どうして。ファイアースティンガーはパパが作った最高傑作。お前のマシンとは全てが違う。それだけだ。クソ、お前一体。私の名は大神マリナ。何者か知りたかったら、帰ってそのマシンを作ったコーチとやらに聞いてみることね。大神マリナ。悪いが先も長いんでね、行かせてもらうよ。コーチ。